君からまた電話が鳴る。その度に僕はこう答える。今日はどうしたの。またお決まりのセリフを。故障なのかな。黙ったままうつむいている。君をありだけの笑顔で迎えては、大きなその目からこぼれ始めた綺麗な君の涙を拭う。わかってるよ、わかってるよ、僕にはできないんだ。静かに泣く君を慰めることしか。だからもっと泣いて我慢しないで。今だけは僕の胸で、ほら、話のシンデレラ、そろそろお迎えが来るよ。この気持ちを告げる日は来るだろうか。今はまだわからない。ただ君が僕のこと必要ならいつでもおいでよ。そわそわと浮き足だった。誰でもない僕のためにそろそろ気づいてよ。本当の僕の声に。でもわかってるよ、わかってるよ、君を